よ、少年たち抱いてる？じゃないな。男性ホイホイ。捕まった。いい、今どこらへん？国語の授業？パンチャス。いい後輩。前のコンビニどいてちょうだい。免許返せ。誰かと思っただろう、実は私だ。誰？君の瞳に乾杯。あちらのお客様から着払いです。おごれよ。リード離したら逃げてった。みんなポテトチップス生まれた意味病んでる？なんなのび太さん。なんなのアビチェ。うぜえな。大事なところを食われたらしく3日間飛び続けている。新しい顔はよ。私のターンですね、お待ちください。カードゲームすな。申し訳ないって言ってるだろ。逆ひね。今度助ける。今助けろ。俺の中にスパイがいる。真ん中猫。早く100円入れろ。そこゲセ。誘拐犯がパパ並みに愛してくれる。じゃあいっか。さて今日も地球救っちゃいますか。オッケー。父が猫を捨てに行ったら猫の方が帰ってきた。父はどこ？このたくさんウインナーめ。食べ物で遊ぶな。お供え物を吸うたびに家が太っていく。アハ体験。これだけ力説しても中島が目玉焼きには野球だと言ってくる。病院系。よろしければここで産んでください。産むわけねえだろ。大将、このビール生ぬるいよ。冷めたくなあれ。お待ちないすな。ソチンの名は何時代の映画？ねえねえ、変わってよ。遊ぶな。豚だけ持ったら落ちた。そりゃそうだろ。のびちゃん、どうして出て以外の点数取ったの？いいことないよ。お尻から音が鳴った。身が出た。うんち出てる。手を避けたけど隣のトミカ踏んだ。地味に痛い。おい、皆さんが静かになるまでに先生ここまで退化しました。どんだけ待ったん？体温かよ、くそ。なんで電池？畳をバーンって叩いたらくるんってなって25年前行方不明になったお父さんが出てきた。忍者屋敷？サピの花を初めて見た。大絶叫。待って、なんか足生えそう。成長期？うまいつ。ふな。やるす。俺もやるす。しぶといです。殺す気満々。ねえ、家具返してよ。どんだけ吸ったん？ガラガラをするとすごく喜ぶ赤ちゃん。これ醤油だわ。飲む前に気づけ。生まれたなわけあるか。みんな出ていけ、この町を。パク君？うっす。このダイイングメッセージを見た全員の視線が被害者の奥さんに集中。奥さん泣いた。ママ見て、私の手作り値引きシールを真に受けてるわ。あら、そう、せっかくだから店員さんと揉めるとこ見て帰りましょうね。クズ親子。今日は負けてしまうのかとみんなが諦めかけたその時、バタコが新しい顔を持ってきて。高評価やろう。